はい、はい、デイジチャーコロビーカフェ、時刻は10時半を回りました。はい、5月7日木曜日、デイジチャーコロビーカフェの時間です。よろしくお願いします。 MC はハッピーアンの爆弾処理班隊長こと S 豊子です。はい、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後11時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではデイジチャーコロビーカフェ、今日もハッピーワンの失敗談を笑いながら語り合う30分となっております。はい、自己紹介お願いします。はい、今日も1人減り2人減り、番組始まる前にあの爆弾処理班の S さんから出場拒否もされて、僕一人でやるなんていうことを言われて、どうしようと本当に心がキュキュとして、心がもう崩れそうだ海をっていう感じなんですけどね、今一人でやらせていただいてます。どうぞ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コロナの真っ盛りの中、我々この宇宙船金浜号、沈むんでしょうか、爆発するんでしょうか。いやー、怖い、恐ろしい話ね。はい、ではあの S さんお話を。はい、あれじゃないですか、なんかゴールデンウィークどうでしたか、はい、っていうお話ですけども。はいはい、ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンでウィークでしたね。うん、うん、ウィークでゴールデンでしたね。いや、なんかいろいろと言ってたじゃないですか。そうですね、ウィークでゴールデンでしたね。ああ、ウィッみたいなね。なるほど、なるほど。うん、あ、うん、なんかツイキャス来てますよ。ああ、どうもどうも。はい、ヤッホーという大吾さんからありがとうございます。どうもヤッホー。あ、ヤッホーで、あと山内さんからも来てます。はいはい、知能犯マスクマン笑いって。知能犯っていうのは何なんでしょうかね。まあなんかこのエフェクターのディレイがなんかちょっとかかりが弱くなってるのが気になるんですけど、ね、何言ってるか聞こえないよ。ディレイがかかりが弱くなってる。なんかああ、そうですね。うん、ちょっと原因とか上げてめっちゃかかるようにしましょうかねってやったら怒られるんだろうな。うん、知能犯だったんですね、マスクマン。知能犯だけにな、みたいな。知能パン？知能犯だけにな。何が知能犯なんですか。言えない言えない言えないよでは、ではゴールデンウィークが何があったかなんですけど、うん、そうですね、ゴールデンウィークはあれやこれや、どんな話が、ああそうか、ユタの話ですね。ああ、マスクマンがこの話はしたいって言ってましたね。そうですね、ユタ、僕あの前出てたマスクマン2号さんの紹介でハリキューでユタっぽい人に会ってきたんですね、このゴールデンウィーク中に。うん、なんかこれまでにユタっぽい人に3人ほど会ってるんですけど、3人のうち2人はベタ褒めで僕のこと、1人はすごい怒られたっていうことがあるんですけどね。不思議なもんで今回はベタ褒めの方でした。ん、はい、聞いてますよ。あ、聞いてるの、あ、聞いてる聞いてる聞いてる聞いてますよ、聞いてる聞いてる、やってるやってるじゃないですか、それは。懐かしい。なんか、はい、あの僕、運が強いらしいよ。うん、うん、なんか、いろいろやばい、精神に関わるやばい状況とかなってるみたいなんですけど、僕ひょいひょいと、そう通り抜けて生きてるみたいですね、その、みたいな方がおっしゃるには。強運の持ち主らしいですね。うん、あと見てからすぐ僕が肝臓が悪いとか、腸が長いとか、なんかそんな感じのことをこう僕にしか知らないことを言い当てられて、あらまあびっくりみたいな。あ、太鼓さんが運強いのはいいことなんです。 ありがとうございます。うん、はいはい、いいことだね。いいことですね。うん、なんかひょうひょうと今まで生きてきてたみたいですね、僕は。なんか、ありがたいこと、いいんじゃん、いい、ありがとうございます。もうなんか全肯定だったんですよね。なんか優しいとか、情に熱いとか、頭がいいとか、なんで こんなこと言われて、後からツボでもかわされるのかなとか思って、
ビクビクしてたんですけど何もなくて、最終的には黒砂糖を食いなさいってうちのあのおばあになって、まあ女の方だったんですけど、施術した方は黒砂糖を食いなさいみたいな、あ黒砂糖食いなさいみたいな感じで、 ありがとうございますって食べて帰ったんですけどねなんか白い砂糖と牛肉を取っちゃダメだと言われましたね。まあ体格がそうなんで。え、そうなの？そう言われましたね。なんか健康にお砂糖はあまりよろしくないとかっていうあれですか、牛肉とかみたいな感じです。牛肉はなんかこう油が吸収されやすいからっていうことで、まあ遠巻きに痩せろよとみたいな感じのことを言われましたね。マスクマン痩せたんじゃないですか最近。ありがとうございます。ね、なんかはい、もう今世紀もこれで生きていけます。はい、よろしくお願いします。はーい、うんうんうん、まあありがとうございます、うん、そう言われてどんどん痩せていきたいですね、うん、イケメンだったあの頃よもう一度結構昔の写真とかね持ち歩いてますよ ね昔の俺だぜみたいな。まあ皆さん誰も僕がイケメンだったっていうことを信じてくれないんでね。いやそんなこと言ってないって。発掘して持ってきて提示してただけですけど、ね、いや持ち歩いてるのすごいなって。持ち歩いてはいないですよ。だっていつでも見せられる状態で持ってくる。いやあれはただ入れてるだけで、そんな持ち歩いてるわけではないですけどまあ、ね、戻すのがめんどくさいんでそのままにしてるだけなんですけどね、うんうんうん。あれはいくつの写真ですか？いつも持ち歩いてる。20代半分か5分ぐらいじゃないですかね。へえ、若かりし頃。ああ、なんかその時にあれも言ってませんでした？なんかね、ある女の人がなんか宗教団体立ち上げようぜ。あ、それは高校生の頃です。まだ裏若き少年だった頃です。中学生かなあれ。高1か中3ぐらいの時ですね。うん、とある宗教団体の講演会に行って。でなんかこう女性にあの頃今はなんかあの頃はなんかちょっと年上の見てたんですけど、多分20代前半ぐらいの女性の方から、綺麗な方からなんかこうあなたはオーラがあるとか言われて、で新しい宗教団体を立ち上げないかとか言われて、教祖みたいな。教祖なんですか？いやわかんないけど、なんかオーラがあるとか意味わからんこと言われて、何こういう人を認めみたいな感じだったんですけど、今考えると僕が可愛らしかったんでしょうね。あら、まあ多分ですよ、わかんないですけど、うんうん、なんかそんな、ね、理由がないじゃないですか。オーラとか意味わからないじゃないですか本当に見えてたら本当にね、お注射の精神と時の部屋の世界ですよ、なんか太鼓さんがいろいろと送ってきてくれる、高校生で勧誘とか、競争レベルとか。競争レベルではないですけど。ああ、そうなの、ね、慣れるんじゃないですか。いや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 、僕は金浜教の信者ですよ、僕は。宇宙船金浜教の乗組員ですよ。ああ言えば上流ですよ、僕は。そんなこと言っていいの？幹部ですよ、幹部ですよ、僕は。そんなこと言っていいの？金浜教の幹部ですよ、僕は。そうなんだ。そんなこと言っちゃいけないですか？うん、知らない知らないまあ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 。38分なんで、そろそろ曲かけましょうかね。うんうん、曲をかけばたくてですね、はい、ちょっと曲の詞を読み上げていいですかね。どうぞ。フレーミングリップスの、ヨシビバトルズピンクザロボップスっていうアルバムの中の9曲目の Do You Realize って曲なんですけど、ちょっと歌詞を読み上げますね。わ、うんうん、かるかい、君は誰よりも美しい顔をしている。わかるかい、僕らは宇宙に浮かんでいる。わかるかい、あんまり幸せだと泣けてくる。わかるかい、君の知っている人全員がいつかは死ぬ。別れの言葉を何度も繰り返すより、みんなに教えてやれ。人生は短く、いいことは長続きしないものだと。太陽が沈まないと分かっていても、地球が回転するからそんな錯覚に陥る。わかるかい、わかるかい、君の知っている人全員がいつかは死ぬ。別れの言葉を何度も繰り返すように、みんなに教えてやれ。人生は短く、いいことは長続きしないものだと。太陽は沈まないと分かっていても、地球が回転するからそんな錯覚に落ちる。わかるかい、君は誰よりも美しい顔をしている。わかるかい。ではフレーミングリップスで Do You Realize です。聞きください。よいしょ。でこれ終わったら CM っすよね。はい、あと何分ですかね。
それしかないの。じゃあ曲最後までかからないこれ。でも40分49、40分だからあと10分ありますよね。はい、あと1分。この1分ってのは何ですか。あんまり気にしないで。はい。はいはい。CM 行くまでの時間があと残り50何秒ですよって言われました。ああ。この CM は、はい。入れても一応大丈夫なので。はいはい。この CM 終わった後に、はい。本当の残時間が。ああ、なるほどなるほど。ありがとうございます。じゃあ CD が終わったら CM 流して、うん、あとは断時間が流れるんです。ああ、わかりました。ありがとうございます。はいはいはい。あともう一曲流したいんですけど、S さんダメですか?2分ぐらいで、それは1分、1分ぐらいで、流したりいいな。いや、その話があるんですよ、その、コロナ電球でっていう話を。いや、だからその、ね、ブックオフ、沖縄市のブックオフで。そうそう、だからそのマニアックな CD を手に入れたっていう話で。お宝発見をしたっていう話。ありがとうございます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 。なんだよ。いやいや。なんすか。どこにあるかな。いつもの、スケッチブックには入ってないな。いつも持ってきてるのには。ああ、そうっすね。金浜京ですよ、本当に。京都金浜ですよ。だって、S さん一時期、京足本じゃない、なんていうか、競技の本をなんて言うんでしたっけ。競技の本、聖書みたいなやつ、バイブルみたいなやつ作ろうって話してたじゃないですか。経典、金浜教の経典を作ろうって話してたじゃないですか。そうですね。あ、そういえばなんか意図的に排除してるんですかね。でもなんか作るって言ったらまんざらない顔してましたよね。作るって言ってて大吾さんか、もう片方で嵐フェスの動画を YouTube で見ている嵐はかっこいいですからね。いや、もう叶わないですよね、嵐じゃね。もう嵐に飛ばされる葉っぱですからね、僕たちはね。では CM を。CM 流れてるな。あれ PC？違う曲が。CM 流れてます？あ、そうなの？なんでこれに聞こえないのかな。MC は下げといた方がいいですね。あ、下げなくていいのかな。あ、もしかして、あ、またやっちゃったかもしれない。あ、いや、ラジオを流れてる中で MC がそのまま流れてたかもしれない。いや、わかんないです。聞いてた岸本さんの発言に注目じゃないですか。いや、ラジオ聞いてるでしょ、多分、ラジカセで。っていうか、聞こえないけど、僕のところに。あれあれ。ん？どうなってるのかな。あ、まなみんさん、なんかうん、もう始まってると思うんですけど。あ、始まってるんですか。 CM の音が聞こえないですよね、僕の。あ、なんかいろいろとあるみたいで。あ、接触が悪いですか。あ、じゃあ CM 開けてるみたいですね、うん、はい、どうすいませんでしたちょっとドタバタ騒ぎでみたいな。あ、ライン入力じゃない、これ下げるんだよ。マルチエフェクト、あれ、エフェクトも聞こえない。あれエフェクトも入らない。なんでだ。なんか声は聞こえます。ライン入力上げたからですか。うんうん、なってますか。あ、なってますね。あ、接触が悪いですね。あ、なるほど。あらあらあら。はいはいはい。じゃあ次あと10分。あ、結構ありますね、時間。何の話をしましょう。ブックオフの話じゃなくて。あ、ブックオフの話。あ、はい、そうですね、うん、
最近コロナで皆さんお仕事がなくなる人が増えてるのか、なんか沖縄市のブックオフで僕お宝をいっぱい発見してるんですよ。あの CD、 マニアックなクラブ系の CD が山のようにあるんですね。で僕も知らないようなマニアックなものまであるんですね。これみたいな、ジェフ・ビルズのウェーバーなんとかってやつある、売ってるんだみたいな、ね、エフェクターの音が聞こえないなっていうか、まあなんか、ね、マシュー・ハーバートの CD とかね、竹村信和のこのマニアックな版、ネットでいったら5000円ぐらいするのが450円ってっていうね、そういうのが山のように売ってですね、 LTD、JTB、ブケムのミックス CD とかプラスチックマンとかね、主に90年代の黄金期のテクノのやつが、ね、ブックオフに、すいません、ね、そうですね、自粛しないで、ブックオフ行ってしまいました、どうもすいません、自粛しないで、なんかいっぱいあったんですね。で、なんか多分この DJ の方が職にあぶれて、で、CD はもうパソコンに取り込んで、あの音源あるからっていうことで、売れに出したんだと思いますね。もう僕のところね、僕の中ではもうね、まあ、パーティーピーポーみたいな感じで CD イヤーでも買いまくってもいっぱい保護してるんですけどね、なんかもう嬉しいですね。コロナのせいでそういう嬉しいことが僕はありましたね。一体不謹慎ですかね、どうもすみません、うん、なんかそんな感じで CD かけていいですかね。もういいですか、あのちょっとその中で見つけたそのこの、あれかかってんのかな、ん、ディスク2だよな、あ、これか、あ、そうだそうだ、あの CD をかけたいと思います。竹村信和でディスク2の2曲目です。流れてます？流れてないです。流れてない、あ、今聞こえた、あ、はいはい、はいはい、じゃあこれちょっと下げましょうね。ヘッドホンが聞こえないですよね。あ、ごめんなさい。はいはい。あ、はいはい。マイク、M シート3ですよね。M シート3。上は下げて。はいはい。これは多分途中で、あのフェードアウトしましょうね。これなんか夜の散歩みたいな感じでね。星の声って、あ、音ついてた。なんか結構マニアックな版で、ネットで見たらまあまあこんなに安かったんですけど、2000円ぐらいだったんですけど、いや竹村信和さんってこうエレクトロニカの人がいまして、その方のこのアルバムが、でもう一つのやつもありまして、それはトータスっていうシカゴのポストロックっていうマニアックなジャンルがあったんですけど、その人たちとコラボレーションしてるアルバムで、それは名盤なんです。それが450円で売ってて、なんか S&M もそうですね。ディアゴスティーニで450円。ちょうだいってなんですか。いや、450円で、あの、本買いのやつをいっぱい買ってきてあげますよ。うん、なんか、もうマニアックなやつがいっぱいあってね。僕はもうパーティーピーポーで、もう、確変が止まらないみたいな感じなんですけどね。もう沖縄市のブックオフに行くたびにジューンって嬉しくなるんですけどね、早めに保護しなきゃみたいなね、爆買いは嫌なんでね、1回1枚2枚とか買ってるんですけどね、もうなんかもう幻覚が止まらないですね。どうぞ CD 止めましょうか、うん、でも今何分なのかな、あと6分、いや、そろそろ止めましょうね。竹村信和さんで星の声よりかのアルバムでした。どうでしたか。結構マニアックな版なんですけどね、手に入ってしまいました。どうも、はいはい、あと5分何を話しましょう。ユタの話の続きをしようかな。どうぞ。あ、どうぞ。いや、じゃあなんかあの S さんは今週はどうだったんですか、この連休中は。お家に引きこもりですよ。ああ、ちゃんと自粛してたんですね。そうですよ。タイゴさんから自粛しないでブックオフに行ったんかいって怒られてしまいました。どうもすいません。すいません。
国から怒られてしまいますね。うん、うん、いろんな人に怒られてるね。はあ、今日も S さん怒ってましたね、僕に対してね。怒ってないですよ。怒ってないんだ、うん、じゃあ、あれは軽いツッコミなんですか、あの怒り。何ですか、何があったんですか、もう分かんないですけど。じゃあ僕も分かんない。はい。これはこれで終わり。あ、終わりなんですか。どうもすいませんでした。いつも怒られてるの。よく怒られてますね、うん。いや、マスクマン怒られない日ってないんじゃないですか、ひょっとして。すごいこと言いますね。僕大人だよ。大人怒るってとんでもないよね。マスクマン年齢不詳じゃないの、大人だったの。一応どっからどう見ても大人ですよね。空挺は怪しいですけど、マスクしてるし。そうなんだ、ええ、あ、僕のこと子供と思ってたんですか。あ、ちっちゃい人。あ、体は大きいけど心はちっちゃいと。そんなことは。あ、なるほど、なるほど、 なるほど。あ、夢が見えてきた。あ、幻覚が見えてきた。幻が、あ、金浜さんが呼んでいる。山内さんからツイキャスが来てます。あ、はい。大人なのに怒られるんだ、笑い。マスクマン俺もだよ。マスク山内さん怒られるんですかね。どうなんですかね。どうなんでしょうね。どうでしょう。あ、美代子さんに怒られますね、これやったから。美代子さん。聞いてるかもしれない。うん、あ、どうでしょう。あ、言いますね。うん、どうもすいません。はい、うん、マスクマンあと3分ぐらいです。あと3分ぐらい。はい、あと3分でお湯を入れたらカップヌードルができるんですよね。そうですね。そうですね。ちなみに何のお味が好きですか。僕ですか。普通の、はい、普通のカップヌードルが好きですね。あの普通の醤油ベースのやつかな、はい、そう、ね、あの2、3週に一遍ぐらいの割合で食ってますね。え、そうなの。そうですね。結構食べてますね。そうですね。最近はママンが家にいること多いんで、うんうん、ママンの手料理食ってること多いですけど、うん、しばらくずっとカップラーメンとお友達の時期が長かったですね、うんうんうん。まあ、お姉様が帰ったらまたカップラーメンの生活に戻ると思うんですけどね。ママンまたうちにいなくなって、うん、まあありがたいことで、うん、もうマスクマンあと2分30秒ぐらいかな、で、タイゴさんが、マスクマン招待局長って。招待局長ってどういう意味ですかね。かるね。局長ってどういう意味なんですかね。偉い人。あ、偉い人。偉い人ってことでしょ。偉い人だけど怒られる。さ、怒られてるうちが花って言うじゃないですか。すごい理屈だそれは、うん。じゃあ怒られ続ければいいんですか。うん、うん、っておいおい、うん、言おうとせ。まあいいんじゃないですか、いつものね、マスクマンで。はあ、癒しじゃないですか。僕にとっては癒しですけどね、僕にとってはね。そうね、結構みんな癒されてると思いますよ、ね、うん、ありがとうございます。5万円、5000円なんで無言の手。それなんかあのあれですよ、なんかムカデとか置いていいですか、上に。そうなの。いや、わかんないですけど。あ、なんか最後さんが、はいはい、うんって来てる、うん、ああ。そうそう、マスクマンにはいつもお世話になっています。ありがとうございます、はい、うん、癒しですよ、本当に。ありがとうございます。時給8000円の世界に行きたいですね。あー、なんとかさんみたいに。なんとかさんみたいに時給8000円すごいですね。すごいらしいですね。ねえ、なんかお家の中とかも結構いろんなね、食べ物にこだわるとかもらしいですね。そうですね、もう自然のなんかもう、なんかお水作るのに5時間かかる浄水器みたいになってて、お水がまろやかで美味しいんですよね、うん、これ飲んでたら病気治るわなって思いましたね。治るかもしれないです、かもですね、なんかこんな個人情報どんどん言っていいのかっていう謎なんですけどね、うん、これ以上言うのはやめましょうね。あと30秒ぐらい。やっと30秒。よかった。僕すごくドキドキしてたんですよ、一人で任されてて。どうやってやっていけばいいのかなって本当に焦ってたんですよ。普通に話してるの大丈夫ですよ。ありがとうございます、
あと22秒、はい、何を喋りましょう。はい、じゃあお相手はマスクマンと S さんでした。どうわーわー言うております。お時間です。また来世はい、おやすみなさい。おやすみなさい。次の番組も面白いですよ。皆さん見てください。聞いてください。よろしくお願いします。あ、終わった。はい、終わった。はい、よかった。すいませんでした。